だ、ハヤト。お前ら、何やってんだよ、ハヤト。なんでお前、ソダシの背中にいないんだよ、俺。今回のビクトリアマイル、かなり自信があったから、ニヤニヤしながら予想動画、2本も上げたのに、なんでお前、ソダシの背中にいないんだよ、レイン。なんでお前、ソダシでもう少し出していかなかったんだよ、お前。マジで、なんでスローのペースでいっちゃうの。ソダシは速いラップ刻んでも速い上がりが使える馬じゃん。おじさん、完全な逆進になっちゃったよ。ソングラインは絶対来ないって言って動画まで作ったのに。トザキもトザキだよ。ケイタ、ケイタ、ケイタ、トザキ、トザキケイタ、お前、何やってんだよ。なんで俺が外した時に限って、全てがうまくいってんだよ。悲しい、悲しい。ナミュールは惨敗だし、本命にしたら出資者からやめてくれとコメントもらうし、本当に勝つと思っていたんだけどな。どうして、どうして、俺は逆進になってしまったんだ。諦めたらそこで終了だよ、安西先生。馬券を、馬券を当てたいです。買わなきゃいいんだよ、貧乏神、あっち行け。は、こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。競馬ゆっくりくん、どうして来ないと言った馬が、ソングラインとスターズオーナースが1着と3着に来てるんだよ。悲しいけど、これも競馬なのね、レイン。マジで体内時計ぶっ壊れているのかないんだろうな。今回の乗り換わりは失敗だよ。はあ、どうして、2着じゃない。吉田隼人だったら育ちのペースの限界と上がりの限界がわかっているから、もう少し出していけたと思うんだけど、レインっていうか外人騎手にありがちなんだけど、位置取りや騎乗技術はきちんとできるけど、ペース判断できないから、乗る馬によっては、というタイプかもね。でも、前までのレインはこんなんじゃないと思っていたんだけど、もしかしてレインは調子に波があるやつなのかも。結局はハマればすごいけど、ルメールとは明確な壁があるわね。おう、っていうかさ、ソダシもソダシだけど、ナムラクレアの浜中もさ、なんでもうちょっと前に出していかなかったんだよ。乗ってる馬マイラーじゃないだろう。何おとなしく折り合ってんだよ。お前視線機種だろうが、今回がナムラクレアのラストランか。浜中、マジ切れじゃん。こんなレースさせて変な癖ついたら、ナムラクレア、スプリントのペースについていけなくなるぞ。は？だってよ、俺さ、1000メートル通過タイムが 58.5 秒で終わったと思ったよ。なんでスローペースになってんだよ。展開が予想とまるっきり違っているし、しかも2ハロン目が 11.0 秒と落ち着いて、4ハロン目が 12.0 秒、5ハロン目なんざ 12.3 秒。なんだこれ、中距離みたいなペースじゃん。確かに前を主張する馬はいないけどさ、特に浜中くんさ、っていうかナムラクレア陣営はここまでは浜中で固定しているのに、どこの G1 をどう勝とうと思ってんだよ。こんなレースでこのペースで折り合わせたら悪影響出るぞ。どうして、どうして中距離のペースになってしまったんだ。ソングラインはこのペース得意じゃん。上がりは去年のビクトリアマイルと同じ 33.2 秒。ソングライン自体は何も変わってないし、ソダシも何も変わってない。変わったのはソダシの機種だけだったよ。完全に多席思考だな。ああ、多席思考とかいうやつは情報商材を売るうさんくせえやつしかいねえよ。多席思考とかいうやつは努力してもダメなやつはどう説明するんだよ。いい加減にしろ。小学校の時いなかったか。頑張って勉強はするけど、結果が出ないやつ。どんだけ頑張っても逆上がりできないやつ。俺はそういうやつを悲しい目で見ていた記憶がある。情報商材屋はまずできない小学生に九九を教えに行け、逆上がりを教えてやれ。オラー、新しい社会貢献の形、 SDGs、 LGBTQ。 マジで浜中、お前ナムラクレアで何を勝ちたいんだよ。視線機種を固定するのって、あるテーマを貫徹するために固定するのに、これじゃ意味ないじゃん。浜中が乗り続ける意味ないじゃん。さっさと外人騎手にでも乗り換わらせた方が結果出るよ。すぐでいいよ。は？ああ、いやね、やっぱりルメールはそんな騎手たちよりはめちゃくちゃ上手い騎乗だったよ。
マイル適正はナイスターズオンアースを出していって、先行させて、上がりも限界近い 33.6 秒使ってくれてるし、改めて強さを見せてくれたわ。結果的にペースが落ち着いて裏目に出た面もあるけど、価値ある3着ね。ナミュールは本命だったけど、最初に挟まれて手綱引いた振りが痛かったけど、スローになっても馬群が凝縮して進路も確保できなかったし、あーって感じね。ここ最近は横山武史は考えて騎乗しているように見えたし、結果が出ているから良かったけど、今回はどう乗りたいのか見えてこなかったわ。もしかしたら、出していっても粘れるし、控えても足が使える。という選択肢の多さが逆にどっちつかずの騎乗につながったのかもね。おお。穴評価のロータスランドとイズジョーの奇跡は？ロータスランドもナミュールと同じように前も後ろからも行ける騎手の判断力が問われる馬だけど、今回は横山紀博。パパの方が見せ場を作ったわね。6着だけど、最高の結果だと思うわ。本当はハイペースで控えて追い比べて欲しかったけど、悲しいわね。イズジョーの奇跡は？振りももちろんあるし、だけど馬が終わっちゃった感じはするわね。エピファネーやサンクは早熟と言われるけど、私は気持ちの線が細いというか、燃え尽きやすい性質があるんじゃないかと思っているわ。おお。他には気になった馬はいる？はっきり言っちゃえば今回のビクトリアマイルはルメールは横山紀博以外はみんな思考停止して気づけばレース終わっていた。そんな印象だけど、4着のディビーナはこの中距離のペースで上がり最速の 33.1 秒。この馬最近はずっとマイル付近を使っていて結果が出てなかったけど、今回の中距離のペースで能力の片鱗を見せたわね。デビューしてからはずっと2000メートル近辺のレースを使っていたから、陣営も適正はここだと思っていたんだろうけど、折り合いがつく距離がマイル近辺でそこを使っていた感じね。ディビーナが精神的に成長したり、相性のいい機種を固定できたら、中距離路線で重賞なんかはすぐに勝てるんじゃないかしら。ミルコ・デ・ムーロが次も乗れるか。見ていきたいわね。逆に言うと、それくらいしか見るもんがなかったと。そうね。勝ったソングラインの戸崎は勝ったからいい騎乗なんだろうけど、スタートして内に閉じ込められたらいいペースになって勝負どころでパカーンと前が空いたからね。サッカーで言うと QBK を成功させたみたいなもんよ。柳沢淳、急にボールが来たので？何言ってんのよ、サッカーではそこにいるということに価値があったりするのよ。偉いぞ戸崎、よく何もせずにそこにいたな。春に様々な有力馬を飛ばして勝った G1 の美酒はうまいか？それなぁ。俺たちの涙でできてんだぞ。恨み骨髄じゃないですか。なんでブーラを飛ばしたんや。愛の葉ブーラ砲を外すなんて、古代進むが黙っていないぞ。松本零士大先生もお怒りでらしたぞ。戸崎は夢を裏切らない。夢も戸崎を裏切ってはならない。あの名言はビクトリアマイルで成就したわけね。しかし、予想動画を作ってアップする YouTuber は基本的に外れるとコメント欄が荒れるんだけど、競馬ゆっくりの動画はありがとうございますとお礼言われるのは、なんでだろう？なんでだろう？本命にしたらその馬の出資者にやめてくれと言われるの、なんでだろう？なんでだろう？なんか祭り上げられ方が微妙に気に食わないの、なんでだろう？なんでだろうねー？白目。本当に今回自信あったんだよ。本当だよ。例えば、展開はその通りになっても本命や対抗が来ないこともあるよ。競馬なんだからね。そういうのは全然悔しくないのよ。でもさあ今回は展開から何もかも全部予想と逆で、逆の展開だから。中距離馬として切ったソングラインが中距離馬のペースで、俺の予想した逆の展開通り来て、スターズオンアースの限界の足は 33.5 秒付近論も予想通り、どうして？きちんと当たっているのに全てが逆なのよ。現実辛すぎ。何これ、めちゃくちゃ悔しいんだけど。知ってるか。そういうやつは逆進と言われることを。俺は、それでも、競馬予想をやめない。心だけは折れていない。次はオークス、ダービー、安田記念で、競馬ゆっくり無能版で勝利の喜びをぜひ共に味わいましょう。無能版なんだよな。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。